そっか、今日ハロウィンなのか。あ、ハロウィン空気もらった。なんかみんな、まあ、みんなには別に縁ないと思いますけど、みんな何のコスプレそれね。何の、チー牛のゾンビのコスプレ、みんなそれ何それ。新曲1-3でっていう野組さんの曲やっていこうかな。めっちゃ簡単やん。またマスター26。なんか噂によると、噂によるとっていうか、全然普通に噂っていうか、普通に事実確認したところによりますと、これ別になんか野組さんのなんかオリジナル曲とかじゃなくて、プロセガネクストの工房の曲らしだったらってここらしいんでね。なんか普通に楽しみで、なんかなんだっけ、な泣ける曲がテーマらしいんでね。いや、なんか泣ける曲ってそっち系か。まあ普通そっち系か。まあ俺なんかもうやめてよみたいな、なんかそっち系の泣けるあれかと思ったら、まあそれ音ゲームしかなかなかやってきます、とりあえず。だからさ、歌詞をさ聞こえないじゃん。だから俺がうるさいから、だからこれってぶっちゃけ初見のでやりたいから、歌詞も水にやってんだけど、一応この曲も聞いてないし、初見でもう曲も聞くよみたいな感じでやってんだけど、そうだからさ、フリーすぎない、全然。なんかもうこれ多分難易度は別に正直どうってことないし、大したことないし、多分初見 AP も全然できるぐらいだと思うし、いやだからこれ歌詞聞きたいのに、だからこういう時さ、手元動画上げてるだけ系 YouTube、 いや、まあ、まああれだよ、高難易度の時はただ俺は喋ってるだけ系 YouTuber になればいいだけやし、そのね、簡単な時は俺ちょっと喋るの難しいみたいなね、この辺でね、歌詞聞こえないからね。そうだから泣ける曲らしいですね、これ。背景が、まあ、なんか若干この10月の後半に、てか今日ハロウィンの曲来ると思ってた、普通に。全然、あれだったね、ハロウィンの、なんかイベントやってるらしいけどね、文化祭が、みたいな話は聞いたけど、まあ、全然クソほんと興味ないっていう、すごい申し訳ない。みんな笑顔にしちゃって、みんなハロウィン本当に無演奏。まあ、家で、そうやな、ソシャゲでイベントで忙しいもんな、ハロウィンのな。やってりゃええねん、家でな。みんな多分広がりやから、あれだと思う、押しつぶされ、まあ、でもあれやからね、ちょっと厳しいね。あ、でもさ、これ聞いて、これメロディーがすごい、さすがじゃない？ちょっと待って、メロディー聞かせてこ、ちょっと待って、俺さ、工房で泣かせる曲って言ってるから、メロディー聞こうかなと思ったら、黙って誰も喋んなくなるの、何？なんかあってるよ、そういうの教室で。ちょ、誰も喋、なんかあってるよ、なんか、みんなで休み時間喋ってて、急に静かになるみたいな。で、3秒後ぐらいにちょっと笑いが起きるみたいな。なんかそれが起きてしまった。ちょっとなんかメロディー良くないですかっていう話をしたかったんだよ、そう。だからもうちょっとメロディー泣かせに来てるよな、これ。なかなか。そういうところね、なんかいいっすよね。いや、これマスターも、エキスパも、全然あれだな。譜面としてのやりごたえが。まあ、感動する、まあなんだろう、泣ける曲。なんかそのプロゼガネクストの、なんだっけ、アルティメットだっけ、あれの公募がめっちゃ楽しみなんだよね、個人的に。やっぱ音ゲーの公募って言ったら、やっぱ、そういうなんだろう、譜面の作りやすい曲というか、おもろい発想のそういう曲がいいっすよね。なんか長くね、この曲まだ続く。もうなんかあれかな、やっぱテンポがちょっと緩やかやから、ちょっとのんびりのんびりしてるね、曲が。 まだ続く、なかなかボリューミーやね。まあそ、あ、まあまあそうやね、歌詞自体はそんなめっちゃ多いとかではなさそうやけど、 BPM が緩やかな分、ちょっと最後まで言い切るのがちょっと遅いみたいなね、歌詞をね。初見 AP ね、ちなみに。これ、公募初音ミクで出してるのなかなか強気ですよね。なんか、メイコとかカイトで出したらさ、受かりそうじゃない？わかります？倍率が低いというか。これなんか、メイコとかの公募見たことないんだけど、あ、ちょっとこのリズム苦手よ、俺。てかさ、これさ、ランクマッチやるとさ、ね、聞いて。ね、ランクマッチってさ、なんかさ、判定違うの？なんか俺さ、ランクマを最近ね、ちょっとだけやってんだけど、この何？羽リズム？これ絶対ランクマッチグレート出んでね。毎回毎回。これなんで？いや、普通にわけわかんない、ほんまに。ロウワーとかやった時なんか、マジで30ぐらいグレート出てて、マジでもうほんまに嫌やったわ。まあ、勝ったけど。すごいなんか、めっちゃなんかやりごたえがあれだから、ちょっと喋ることがなさすぎて、ちょっとどうしようかなとか。うわー、再生と同じくなんか抜けそうで抜けない感じのやつね。抜けそうで抜けないのが一番気持ちいいからね、ちなみに。いいね、今のアホしてるよ。あ、サムネ、あ、妊娠サムネ妊娠。すごい、なんかどうしよう、サムネどこにしようか悩んでる、ちなみに今。サムネ見ないで、サムネを探そう、みんな。サムネの公募したいわ。じゃあ、お前らの中で一番伸びそうなサムネつけれたやつ、優勝にしてあげるわ。
商品もうチューしてあげる。俺がどうそれチューしてあげるからサムネ帳誰か作ってほしい。このなんか左右の女なんかうるさいなと思ってたんだけど、なんかあれですよね、なかなかこういう時にやっぱおとなしい曲の時にやっぱ掛け声あると嬉しいですよね。なかなか判定強化もねしっかりつけて。てかさ、最近豆沢の曲聴けてないんだけど、豆沢の新曲来ないの？お豆沢小羽ね。ちなみに豆沢が今日新しくテレフク見てくれた方ちょっと分かんないと思うけど、小豆沢のことね、まあ、あだ名みたいな感じじゃない、あのドフラミンゴのことをドフィーっていうみたいな感じじゃない多分。あ、まあまあ、マジそんな感じ、マジそんな感じ。すげえ抜けそう、すげえ。どうしようサムネほんまにどうしよう。まだ曲長いからあれだね、そこがあれになりそう、タイトルになってるかどうかわかんないけど。え、てかさ、ね、聞いて、俺さめっちゃ強いパーティー、てか俺の一番強いパーティーでやってんだけど、今これ S 取れないんだ。え、これ S 取れない、え、これで取れなきゃ俺どれで取れっていうの一体全体。これ今一番強いやつなんですよ、もうレベル上げ終わっちゃったから全然 S 取れそうじゃない。あ、でもまだこっから曲長いっけ、いける、怒涛の追い上げいける。これ AP 取ってもいけなさそう。なんかなんかそろそろ星4のキャラクター欲しくなってきたな。ガチャでも引きたくないんだよね。あかんわ、これ全然 S 取れんわ、どうしよう。すいません、完全にね楽しみきることできてないんで、後でちょっとこの1人の3での歌詞付きの多分 MV とかあるのかな、そちらの方を見ていこう。ありがたい、女が喋り散らかしてる、めちゃくちゃありがたい。なんか最近この女性同士の会話見てなかったからね、ありがたい。めちゃくちゃこっちでも喋って、ありがたい。オスもメスもめちゃくちゃ喋ってる、もうありがたい、ほんまにありがたい。ありがとうございます、みんなもっといっぱい喋ってね、みんな最近コミュ障やからもっといっぱい喋って。お、チア、あ、文化祭で模擬展するなら模擬、ちなみにうちね高校の時確かねジュラシックパーク作るって言って、なんかゴミの山が完成したんだけど、確かない、どうしようこれ。でもどっちでもいいわぶっちゃけよ。本当に無難に左、なんか左側選んだけどとりあえず勝てそうっていう。お、右から2番目に奏で好きの JC っているじゃん。これ予言し、予言っていうかバラしちゃうけど、この人絶対に JC じゃありません。女子中学生、まあ、女子中学生って略じゃないかもわかんないけど、 JC がこの人多分ね、おお、なかなかカロリーとか、あ、しかもみんな結構うまいね、まあ、俺マスターやるけど、てかこれ今度に振り込んできた。この人 JC 言ってくる、多分一番ありえそうなのは大学3年生ぐらい。うわ、キンモ。一番おじさんとかじゃないね、もう大学3年生ぐらいの男、そばかすまみれのありそう。ちなみに未だにフルコン取れてないか、違う、これさ嫌いなの譜面がだからやりたくないの、あんまり。そうだったわ、これだからいつか配信でやろうかな。じゃあこれさ聞いて、なんかね、もうめっちゃなんかあれないよ、ほらもうなんかもう違う、なんかここはまあまあ別に全然いいんだけど、まあ、ちなみに俺バグ AP してるからね。だからさ32も AP しちゃった時点でさ、もう次やるとしたら32フルコンの企画なんかもう弱くないかっていう。東大学は頭悪くないか。チュ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 、あ、いいね、お、すごい、なんかでもロストワンの合逆合極わかんない、ちょっと読み方がわかんないけど、これ久しぶりにやったけどなんかレオニード感ってかバンドリ感もすごい、なんかもうあれだねぽいねなんかそこぽい、これすごいね、プロセカカバーって本当にプロセカの曲みたいな感じするような、ぶっちゃけこれわかります、ワンダショだったらもう味強すぎみたいな、この原曲のもうピッチも変えるし、もうなんかもうオリジナル曲みたいな感じするよね、バンドリとか。あー、もうこことかめっちゃ嫌い。あ、まあでも判定曲でご利用しめっちゃできる。え、早っ、もう A いってる。やっぱ5人でバトル、10人バトルか、これに関しては10人バトルモード強いんだね。これバトルだと思ってるの俺だけ、なんか協力モードらしいんだね。これバトルだじゃないのこれ、違うの、死ぬ気でやれよ、もっと命か、ちょっと待って、俺たちの命ぐらい一緒にかけてみろよ、仲間やろ、結局仲間やんけ、バトルじゃないやん。っていうね、自己完結が終わったところで。いや、でもさ、これ S すごい早くいってる。ありがたい。てか、そろそろガチャ引こうか、ほんまに。なんか誰だっけ、あ、じゃあ、小豆さん、ちょっと待って。俺の推しの設定誰か忘れた。じゃんじゃん、ちゃかちゃかちゃ。おー、ここちょっと待って、2回目が、ここめっちゃ嫌い。ここめっちゃ適当。これさ、小豆さんの誕生日でいつだっけ、
あの時にまたクリスタル使って弾きたいですよね。もうたまりにたまりまくっちゃって、もうなんか腐るほどあるし、なんなら腐ってるよ、ほんまに。ほんまに腐ってる時あるもん、たまにクリスタルが。マジモンで腐って、もう、ま、もういいやん、別にちょっとぐらいもういいやん、お互い勝ちでいいやん。一番俺が多分リザルトいいと思ってたお前の姿を笑い合ったぜ。終わります、さよなら、バイバイ。